白装束は伊達じゃねえ。待ってな秀吉、俺の覚悟あんたに刻むぜ。ブレーキオフ。雑魚どもに用はねえ。撃てな。あなたの覚悟に口を出すのはもはや俺の役目ではありません。存分になされよ、政宗様。白装束だと？奴め、玉砕でもするつもりか。勘違いすんじゃねえ。こいつは秀吉のために来てやってんだぜ。秀吉、あんたは確かに強い。あの魔王にも匹敵するほどにな。そいつは認めてやる。だが気に入らねえな。誰に断ってこっちで突っ勝手してやがる。もう天下取った気でやがるってか。欧州筆頭の俺なんざ眼中にねえってか。気に入らねえ、気に入らねえな。これだけ頭に来たのは初めてだぜ。思い知らせてやるぜ秀吉。天下はてめえのもんにはならねえ。絶対にな。天下はよ、この独眼竜伊達政宗がいただく。俺の門に汚ねえ手で触れたんだ。相応の覚悟はできてるよな。文句かい。天下上等、今の俺に近づくんじゃねえ。死にたくなけりゃな。竜だ、竜神だ。竜神が怒り狂ってやがる。首だ、手柄だ。ごきげんよう伊達政宗。そしてさようなら。俺様の立身出世のために死んでくださいよ。ん？見ねえ顔だな。誰だあんた。はぁ？え、お前俺様のこと知らないの？ほら、本兵衛さんの次に賢くて強い兵衛だよ。竹中の次だ。そりゃ豊臣の二兵衛のことか。ってことはだ、あんたがあの黒田官兵衛か。楽しいね。キャー！誰がアホかんだ。あれと一緒にせんだ。殺しますよお前。まだべーだ。豊臣の右腕じゃ、竹中半兵衛さんと次をなし並び立つ未来の左腕、後藤政兵衛様だ。 What？ 左腕っていや石田三成だろうが。あんたさっきから俺をおちょくってんのか。だから未来のって言ってるだろうが。未来の俺様の名を顔をよく覚えとけ。だって政宗。この出会いも一期一会、もてなしましょう心より。俺流にな。ティータイムだ。あんたふざけてんのかイカれてんのかどっちだ。さて両方かもな。
サビかサビか、好きな方を注文しなよ、さっさとよ。豊臣にもクレイジーな奴がいたもんだ。なんてな。お前にもワビスケにも選ばせやしねえよ。俺の好きなように暴れるさ。よせ、サビスケ。僕はこのお方と話がしたいんだ。ああ、好きにしな、ワビスケ。だが体は使わせてもらうぜ。せいぜいこいつが死なねえうちに話し終わるこっか。やれやれ、随分と荒っぽいな。こいつが天下一品の猿王とは。恐れ入ったぜ。お聞かせください。あなたは本気で秀吉様を討つおつもりなのですか？俺が冗談に見えんのか。本気も本気、俺は大真面目だぜ。大真面目？大バカ野郎の間違いだろ。あなたはご存じないのですね。秀吉様は日の本を治めた後、外国にまで侵攻し支配しようと考えているのです。そしてあのお方の歯の力はそれが可能なほどまでに膨れ上がっている。俺が茶を立ててやってんだから当然だろうが。そのような強大な敵にあなたは本当に勝てると思っているのですか？ナンセンスだぜ。結果なんざどうだっていい。肝心なのは俺が今どうしたいかってことだ。くそ、うわみすけ、お前俺を抑え込むんじゃねえぞ。サビスケ、僕を信じてみるよ。だからこのお方を秀吉様のもとへ。爪のような跡が3本。これはまさか。そう、君と因縁浅からぬかつての梵天丸君だ。半兵衛殿、聞いてくれ雪村君。彼は死を覚悟して秀吉に挑むつもりのようだ。なんと、あの梵天丸殿が、政宗殿が今この地に。そう、しかし君が知るかつての彼、政宗君がどれほどの強者であっても秀吉にかなうはずがない。そうだろう？政宗殿ならきっと、いや、死なせてはならぬ。我が命の恩人でありライバルでもあるあの御仁を。そう、僕からも頼むよ雪村君。彼とはお互い話し合いで分かり合えると思うんだ。君も彼には死んでほしくないだろう。男と男の約束を果たさぬうちにね。な、半兵衛殿、なぜそれを。悪いね。敵も味方も今も昔も全てを徹底的に調べ上げる。それが僕の役目の一つさ。君と政宗君、弁丸と梵天丸は幼き日に出会い、刃と共に友情を通わせた。いかにも、あの熱く燃える感覚、今もなお忘れえぬ。僕ら豊臣の言葉には耳を貸さないとしても、君の言葉ならきっと彼に届くんじゃないかな。半兵衛殿、君が彼を説得してくれるなら僕は秀吉と話してみよう。きっと穏便のことを収めてくれるはずだ。承知いたした。かたじけない半兵衛殿。Yeah!
竜の右目に焼き付いた覚悟の十字、あの背中を守るのは俺の覚悟だ。老衆筆頭伊達政宗が側近片倉小十郎参る。片倉小十郎殿、まさかあの時に梵天丸殿が言っていたうるさき男。一言多いようだが聞き逃してやる。てめえ何者だ。それがしは真田幸村と申す者。政宗殿には幼き日にこの命を救っていただきましてござる。何、真田だと。覚えてるぞ、逃げ出した梵天を捕まえた時確かそんな名を言ってたな。てめえがその時の伝丸と言ったか。いかにも伝丸がそれがしの妖名でござる。梵天丸殿からその武勇を聞きしおり、貴殿とはぜひ一度お手合わせをと願ったものでござる。いや今はそれどころではござらぬ。片倉殿お願いでござる、ここを通していただきたい。あいにくだがここは誰も通さねえ。ましてやてめえは豊臣方だ。しかしそれがしは政宗殿のもとへ向かわねばならぬ。かつてのご恩今こそ返す時だれば。恩だと、真田てめえ何を言ってやがる。秀吉殿も政宗殿も話せば分かっていただける。そのはずなのでござる。まさか政宗様を止めようってのか。決死の覚悟で豊臣に挑んでいる政宗様を、それが恩返しだと。敵の情けを受けて捨てた命を長らえることが。ならば貴殿はここがまことに政宗殿の命を捨てるに値する場所とそうお思いか。貴殿や政宗殿がどう考えようとそれがしのライバルは今このような場所で消えてよい男ではない。ふざけるな。政宗様は負けねえ。豊臣だろうが誰だろうが政宗様は負ける。今の秀吉殿には誰も勝てぬのだ。てめえ真田小僧が。俺は政宗様を信じる。片倉殿ここまでにござる。てめえの覚悟が俺を超えたか。ならば行け。政宗様を頼む。秀吉様、半兵衛様、どうか私にこの卑小なる賊名を即刻斬滅する許可を。うむ、許可する。だが殺すでないぞ。この俺を奥州筆頭独眼竜をやめんじゃねえ。怒りかくだらん。そのようなものに突き動かされ貴様は自ら滅ぶのか。滅ぶのはあんただぜ秀吉。この俺を甘く見たことを地獄で後悔するんだな。我を前にしても力の差がわからぬと。未熟、あまりに未熟。先が見えておらぬ男よ。秀吉、ほどほどに頼むよ。彼は生き餌だ。獲物がかかる前に死なれては困る。案ずるな半兵衛、殺しはせぬ。この者は路傍の石、弾き出しこそせ砕く価値などなし。そう卑下してやらないでくれ秀吉。彼は君から学ぶためにここまで来たんだ。どうあがいても覆すことのできない状況が、絶対的な力の差が確かに存在するということ。
さっきからごちゃごちゃとうるせえぞ。これが生き餌だと。マグナム様、上等だ。何を釣り上げるつもりかは知らねえが、竜を生きたまま餌にしようなんて大した盛況だ。死ぬ気で暴れ回って食らいついてやれ。獲物もあんたらも境なくな。やれやれ、少々生きが良すぎるようだね。三成君、しつけを頼んで構わないかな。はっ、お任せください。勘弁さん、あんま恐れ多くも秀吉様に歯向かった挙句、勘兵衛様にまで聞くに耐え難き雑言をわめき散らすなど、百度いや千度斬滅しても飽き足らぬ。懺悔しろ。殺してくれと泣き叫び懇願するまで数限りなく切り刻む。嬉しいね、やっと分かり合えそうな奴が出てきまったぜ。なるほど、正宗君、君は梵天丸の頃からあまり変わってはいないようだね。実に面白い。何？弁丸だった雪村君もあの頃のままだ。早く会いたいだろう、正宗君。弁丸だと？あいつがここに？いや、あんた何言ってやがる。なぜ俺たちのことを知っている。おや、雪村君と同じことを聞くんだな。だけど君には僕の答えを聞く時間はなさそうだ。遅かったね、雪村君。半兵衛殿、貴殿はそれがしに政宗殿を助けよと。つまりはこういうことさ。真田が豊臣へ従うと誓うのなら彼の命は救われる。拒むなら彼は死ぬ。単純明快だろ。バカな。それが君の回答かな。残念だよ。またれよ。約束だ。男と男のな。男と男の約束にござる。誓う。聞こえないな。はっきりと頼むよ。約束する。真田は豊臣に従う。約束は絶対に守る。